年のトレンドってこと。デニム、今日はデニムオンデニムをしてきました、うん、ちょっとオールインワン見えで準備しました。どうでしょう。めっちゃ似合ってます。アメリで一番似合ってます。あ、ちょっとデニムオンデニム、まあ、デニムってね、一生こう あるし、うん、別になくなるって感じではないけど、まあ近年すごいデニムがやっぱりこう再熱していて、うん、でその中でやっぱデニムオンデニムって合わせてる人、やっぱ街中にもね結構皆さんおしゃれに組んでるなって思うので、私もちょっと新作のネップデニムでちょっと合わせてきています。上はねコンパクトなデニムシャツなんだけど、それをちょっと今日は結んで、ネップデニムがすごいルーズなシルエットなんですよね。結構こうダボっとしてるので、上はちっちゃめに、デニムオンデニムに黒合わせなので、足元は差し色でゴールドにしてまいりました。ちょっとこれも抜け感ですね。このミュールは半分トゥーが被ってて半分出てるから今の時期最適ですね。ちょっと抜け感欲しい時とかもう履けるかなっていった感じです。はい、ありがとうございます。ちなみに、うん、なんかその服でこの春夏どこ行きたいとかありますか。このネップのデニムは結構ルーズなシルエットだし、うん、動きやすいけどおしゃれなデニムなので、うん、アウトドアシーン、なんかピクニックとか、うん、フェスとかも増えてくるからね、こういったのは結構おしゃれだけど動きやすくてアイテムとしてはいいかなと思ってて、ゴールデンウィークからもう夏なので私的にはちょっと取り入れていこうかなと思っています。なんか上はねこう羽織物が多いとどんどん日中の暑い時とかを脱げて夜寒くなってきたら着れるから、こういったところもいいですよね。このデニムシャツとか腰に巻いたりしてこうつなぎ風でボトムス見えさせて着るのも可愛いかも。他ですかね。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。今日なんかちょっと暑いですね。暑いですね。はい、夏日です。ですね。はい。じゃあ早速なんですけど、コーデのご紹介お願いします。はい、今日は春夏のトレンドコーデを組めというミッションのもと作ってきました。今期の春夏は、まあ、ちょっとこうグリッター系のキラキラっとしたものがトレンドになっていきますので、私はシルバーの光沢感のあるアイテムをスカートとバッグで取り入れてコーディネートを組んでみました。これから出てくるメディのスカートですね、これはレイヤードをされているスカートなんですけど、私物のちょっとこうニット素材のものと組み合わせて、よりこのグリッターシルバーのキラキラが伝わるようなコーディネートを組んでみました。上はショートベストを合わせて、私は割と身長が高くないので
コーディネートのバランスが取りやすいようにこうショートのアイテムと合わせております。でスカートがシルバーになっているので小物もこうキラキラーとするお気に入りのバッグなんですけれども、こちらのシルバーシルバーで求めております。私巻いてるやつってもしかして、あ、はいもしかしてはい、もしかしてのこれもオーバーニットです。すごいですね、それ可愛いですよね、捨てられそうになっていたものを拾って絶対キルキルって言って使っております。これすごい可愛くてね、あの胸元まで持ってきてもいいですし、こういう感じでスカートとかパンツとレイヤードする。春夏どっか行きたいとこありますか？春夏、まあ、ゴールデンウィークに牧場に行きたいと思っていて。牧場ですか？はい、馬に乗りたくて乗馬をするのがちょっとあのこのゴールデンウィークにしたいなってずっと前から思っていたので、牧場に行きたいなと思って、多分那須あたりに行こうかなって思ってます。ちょっと自然と触れ合いたいです。なるほどです、ありがとうございます。はい、自己紹介お願いしてもいいですか？はい、新宿店のアレナと申します。私は普段モードカジュアルが多いんですけど、あの古着とかよく着ます。インスタも、はい、インスタも始めました。ぜひファローお願いします。コーデのご紹介お願いします。はい、春夏のトレンドということで、私はフリンチのアイテムを選びました。ミステですね、ミステラウィーに着たんですけど、綺麗めな要素でちょっとさらっとした結果を合わせてみました。私カラーものがすごい好きなので、髪色に合わせた色をちょっと入れてみました。ポイントはカジュアルな服装入れてバランスを取って、綺麗めとカジュアルを合わせてみました。ジャケットもあれですよね、メリのアイテムですよね。はい、そうです。セットアップでこのスカートもスロッと生地で使いやすそうです。カラーを取り入れるコツとかって何かありますか？はい、カラーはでもあんまりごちゃごちゃ入れないんですけど、差し色としてちょっとワンコイン入れるのが好きで、まあ、靴下だったりとかインナーの色っていうのは割と多いかなと思います。靴下カラフルの履いてる、履いてますね、いつも。そうなんですか、ね、はい、ちょっとでいいか、リナさんに続く確かに靴下頑張ります、靴下コーデ春夏どっか行きたいとこありますか？音楽フェスとか行きたいですね。はい、ちょっと音楽好きなので、こういうカジュアルアイテムと一緒にノースリーブとかで行きたいですね。そしたらありがとうございます。ありがとうございます。行きたい場所とかってありますか？海に行きたいですかね。
そろそろ2、3年くらい行ってないので。そうなんですか。海行くためにあの可愛いワンピースとかをたくさんオーダーしたので。普段の街中はこういうパンツスタイルでリゾートとか海とか行ってワンピ着たいなって思ってます。ちなみにワンピ何買われたんですか。あのメディの民族衣装みたいな感じの柄のあのワンピースですよ。届くの楽しみです。以上です。はい、ありがとうございます。